というわけでこんばんは。今夜も毎日おしゃれかわいい先週のお時間です。ねえ、今夜も見てくれてありがとう。今夜も見てくれた君、ねえ、愛していますよ。ねえ、こんなことを汚く言っていける面になっていきたいもんですね。さあ、というわけでですね、今日も流暢にやっていきたいと思います。ねえ、いやー、というわけでですね、今日のこのコーデ、ねえ、ご覧いただけてますか？ねえ、今日はですね、バレンタインっぽくしてみました。ねえ、あくまでぽくなんですけども。いやーね、バレンタインデー系のね、ガチャあるじゃないですか。ね、こちら。一個も当たってねえっていうね。一個も当たってねえっていうね。ねえ、これいっぱい当たってる方いらっしゃるっぽいですけどね。ねえ、なんかコメントの方でもバレンタイン星人パイセン出ましたとかね。いやー、SR やらましいな。最近 SR 出てないですもんね。それこそ最近私が、なんだろうね。それこそ私が最近出た SR ってこれですよ。白い吐息。ね、これっきり出てないっていうね。なので私の手持ちで、ね、私の手持ちのコーデアイテムで、ね、できるだけこうバレンタインっぽくしてみました。ね、いやー、なんだろうね。こう、上品感を出してみました。上品感。ね、なんかトラッドな感じにしてみました。トラッドな感じ。トラッドってなんだかよくわかってないんですけども。なんだろうね。私がこう、ちょっと見聞きした程度だと、なんか、ね、ジャケットとかで、若干かっちりめにしたものがトラッドなんですかね。ねえ、なんか調べたら出てきそうなんですけども、ちょっと調べてないっていうね。調べてないっていうね。で、トラッドって本当にそうなのって思った君、ね、ぜひ調べてみてください。ねえ、というわけで今回も私のプロフィール見てからやっていきたいと思います。ねえ、こちらの方に名前とマイコート載っておりますので、よかったらですね、フレンド登録してみてください。ね、YouTube で毎日1000種類やってるなずかです。よかったら動画も見てみてね、ということでですね。で、これをご覧いただいている君。ねえ、もう見ていただいてるとは思うんですけれども。ね、他にもコーデゲーム、いろいろやってますので、コーデゲーム以外にもやってるんですけども。ねえ、そっちも見てみてくださいね。ねえ、もう、アップストアにあるコーデゲーム全部やろうかな。ねえ、他にね、どんなゲームあるかなと思って検索かけてるんですけども、なんかね、よくわかんない。なんか、本当に着せ返しするだけのゲームとか、ね、こんな着せ替えできましたみたいにね、やるだけのゲームとか、あとなんかなんだろう、お家を作ろうみたいな、ね、それで住んでる人をコーディネートしようみたいなね、総合的な暮らしの中のファッションみたいなね、ゲームとか、あと、なんだっけ、猫が踊るよみたいなね。ね、その可愛いニャンコをファッショナブルにしようみたいなゲームとかあったんですけども、他になんかね、おすすめのコーデゲームがあればぜひ、ね、教えていただきたいんですけれども、他なんかね、ココパとか、ね、ココパさんとか、ね、あとこのね、センシルさんと同じ、運営さんがやってるポケコロとかですね。ねえ、ポケコロそういえば最近やってないな。やろうかな。そんな感じですね。というわけで今回もセンシルクイズ。ねえ、センシルさんはですね、2017年から、サービス開始しているわけなんですけれども、ねえ、そんな感じなので、ね、最初の方でやってる方はですね、もうストーリー、ねえ、私よりも早く、終わってると思うんですけれども、そうするとですね、この方、わかりますか？ねえ、久しぶりのね、方なんですけれども。で、答えはですね、この動画のまた最後の方にお伝えしたいと思います。さあ、今日はシャイニングタワーやっていきましょう。ねえ、というわけで、シャイニングタワーもですね、バレンタインまで、ね、このホロスコープとかですね、がそうなんですけれども、あとなんだっけ？ウィークリーショップ。コメントの方でもいただいたんですけども、今回のシャイニングタワーのコーデマジ可愛くない？可愛くない？って言われたんですけども、可愛くない？マジ超可愛いよね。ほんと、マジ可愛いって感じ。ねえ、私もね、この、ね、髪型交換したんですけれども、ね、最初の方に、最初もう一回戻る。ね、ご覧の通り髪型私も交換しております。
ねえ、私も髪型交換してるんですけどもね、この背景も欲しいなと思ったんですけどね、右上のあのねポイントを見てもらうとお分かりいただけるかと思うんですが、ちょっと全然足りねえ。しかもこれ明日終わりなんだけど、やっべえなー、戻りすぎちゃったねえ。最近もね、足毛に一日上限でやってるんですけども、いやー今回これか、やっぱりねゴージャスがないとね私だいぶ微妙なんだよね。ねえ、ちょっとこの帽子はどうかな。でも点数すげえ上がるなよ。あ、でも2000点ぐらいしか上がらないのかな。どうせだったらね、やっぱり多少はこう統一感持たせていきたいよね。やっぱりコーデゲームなので、いっぱいね強いアイテムをつければね強くなると思うんですけども、やっぱりコーディネートをね考えていきたいよね、ある程度ね。お、なかなかこう良くなったんじゃない。さあ今回のバトルやってみましょう。さあアイテムなしでどこまでやれるかな。いやー、なんかあんまねアイテムを使わないでってこうね勝たせてもらえる状況であればだいぶやりやすいんですけれども、いやー本当ね、セクシー系アイテムが一番弱くてですね。お、勝てたんじゃない。ありがとうございます。ねえ、さ今回これで戻りましょう。いや本当にね、セクシー系アイテムが私弱くてですね、なんだろう、シャイニングタワーのそのコーデのですね、今回のテーマはこの3つみたいなねあるんですよ。で、一回見ますね、これね、このテーマ1、テーマ2、テーマ2、3、テーマ2、テーマ3から選ばれるんですけども、 ランダムなのかな、なんですけども、ここでね、スタイル、フォーマル、ピュア、カジュアル、キュート、フォーマル、ゴージャスとかってあるんですよ。で、この中でね、私持ってるアイテム的にセクシー系が弱いので、もうね、その3つのうちに、セクシーメインのテーマがあったら、もうだいぶ厳しいっていうね。ねえ、いや、セクシー系のアイテムってなんだろうね。どれを取ればいいのかな。逆にね、私持ってるアイテム的にゴージャス系アイテムが強いっぽいので、ゴージャス系が出てくるとだいぶ楽なんですけども。ねえ、でもゴージャス、もっとゴージャスな人がね、前回いらっしゃって、17万点も取ってたら勝てるくねえとか思ってたら、ねえ、前のパートでも言ったと思うんですけども、ねえ、21万点とか22万点とかね、来て、はぁ、マジでと思ってね。いやー、ほんとびっくりしましたけども。ねえ、でもね、やっぱりね、他のテーマも強くないと、で、こう、2系統、3系統ぐらい強いアイテムがあれば、だいぶね、いけると思うんですけれども。ねえ、やっぱこう、ハードやんなきゃダメかな。ねえ、というより私のシャイニングタワー5位までに入って、ね、日曜日から3日間ぐらい全センシルプレイヤーさんの目に触れよう作戦、センシルさんの同じ画面にねこのリコの名を刻みたいと思いますね。でももうちょっとねすごい貯めないと、前回8万コインあって全然足んなかったからね。ねえ、20万ぐらいあったら足りんのかな。30万あればまあいけるんじゃねえって感じあるんですけど、30万ってどんだけやったら集まるんだろうな。さあ、というわけで今回はここまでです。ね、最近もですね、フレンド登録ね、続々本当にいただけるようになりまして、ね、嬉しいことにね、なんだろう、プロフィールに、なずかさん見てますとかね、見させてもらいましたみたいな、ね、ことも書いていただけるようになりまして、私嬉しくなって、ついね、フィールとハート送っちゃったんですけども、ね、送っちゃうんだ。ねえ、しょうがないだろ。だって、嬉しくなっちゃうじゃない。そんな感じでプロフィールの文とかですね、楽しく、嬉しく読ませていただいております。ねえ、あざす。ねえ。そんな感じでですね、どんどんこの、ね、輪を広げていきたいものですね、と思いますよ。で、といった感じで、また次の動画をぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。さあ、というわけで今回のセンシルクイズの答え合わせです。またコーデ画面の着せ替えからいきましょう。そうか、装着中見ればいいのか。装着中見ればいいよね。はい、こちらはですね、人形の国の
確かですね、第一ステージだったかな。だよね、第一ステージに登場なさったですね、ベルさんでした。ねえ、覚えてらっしゃいますか？ねえ、センシル会に来て一番最初のステージだったわけなんですけれども。始まりの国ということで。ねえ、私も去年の夏ぐらいにですね、この第1話から始まったわけなんですけれども。いやー、ここまで来ちゃいましたね。私まだ7章実装いつだっけって調べてないっていうね。次こそ調べておきます。さ、といった感じで今日はここまでです。また次の動画もぜひ見てくださいね。それじゃまた次の動画で。